これはみんなやっぱり待ちに待った飛行機だ、とうとう日本にやってきたんだなという思いで、いっぱいです。もう飛んでほしいですね、とことん安心を感じていただく。ボストン、サンディエゴ、ヘルシンキ、月並みな言い方ですけれどもワクワクします。この場所に立っていることを本当に幸せだと思います、ね、いい飛行機です、すごくいい飛行機です。我々航空会社の使命というのは安全運航ですので、飛行機を安全に飛ばすためのエンジンであるかどうか、本当に乗っていただく方の命を預かっているという認識をみんな一人一人がですね、肝に持っていると思います。 G 社がエジソンがこう作った会社だと、ものづくりを大切にしてそれぞれの皆さんの気持ちを込めてこう品質にこう出していく、素材を進化させて、あるいはそのデザインを進化させて燃費を向上させていく、エンジンメーカーでできる全てのことをやっていくと。この787はこう GNX エンジンとの組み合わせで、先日速度と最長飛行距離、こういったもので世界記録を樹立した、その組み合わせによるメリットを我々オペレーターとお客様とで一緒にこう共有したいな。やはりこの人たちと一緒に仕事をしていたいと思うよ、僕は本当に強くあって、カスタマーチーム一同ですね、もう今24時間サポートしてますけども、そういう人たちと一緒になってですね、チームワークで全力で支えていく、そこに対してのコミットメントはもう十分あります。このような最新鋭の飛行機が多くこれから就航することによって、より世界が小さくなるというか、いろんな意味で近くなると思います。ボストンを皮切りに、サンディエゴ、そしてヘルシンキなど今まで就航していなかったところも、直行で、行くことができるようになります。今はまあ2機しかありませんけれども、45機を入れることを決めていますので、国際線でいうとですね、半分以上が787になると。とにかく早く、一日も早く787には来てほしかったし、787の操縦桿を握りたいと思っていました。お客様に対して私が何ができるんだろうか、私はこのフライトの中でお客様に対してどんなことをほんのわずかでもプラスできるものは何なんだろう、そういうつもりで飛んできましたので、皆様とご一緒に新しい路線を飛び始めることができる、これは本当に幸せなことです。移動そのものを楽しんでいただきたい。今までのですね、飛行機に比べて非常にやはり静かでスムーズなフライトが楽しめていただけるんじゃないかと思います。エンジンをテストする場所に初めて行った時に組み上がったエンジンが置いてあったんですね。思わずキスしました。ぜひ窓の外からですね、エンジンを見ていただいて、あ、この子がこの飛行機を飛ばしているのかと。私たちの夢も乗せておりますので、とにかく少しでもお客様を快適に、お客様の行きたい場所に直接お連れすることができる、とても夢のある飛行機ではないかと思います。ぜひ乗っていただきたい、そう思っています。